鹿児島市桜島松浦町の大宝小学校。20人余りの全校児童が歩いて向かったのは、学校から1キロほど離れた畑です。話してよ。とにかく5個入れます。5個5個ですね。5個入れます。入れ替えるね。5個ひっつかないように入れます。はい、始め。毎年食育の一環で桜島大根を種から育てている子どもたち、農家の坂本さんに教わりながら一粒ずつ丁寧に種をまきます。おいしくなれ、おいしくなれ。その様子を撮影する教頭先生、リモートでつなぐ相手は、桜島から直線距離で1000キロ近く離れた東京渋谷区。神南小学校の子どもたちが同時に桜島大根の種まきをしていたんです。渋谷鹿児島おはら祭りをきっかけに30年以上交流を続けてきた鹿児島市と渋谷区。鹿児島市から渋谷区には毎年桜島大根が贈られ、神南小学校の子どもたちも給食で味わっていたといいます。そこで企画されたのが桜島大根プロジェクト。遠く離れた2つの小学校がそれぞれ桜島大根を育てながら絆を深めようというのです。初めて挑戦する神南小の子どもたち、桜島の農家坂本さんにリモートで教わりながら3つの鉢に種をまきました。今はコロナなのであんまり交流もできないかと思うんですけど、オンラインだからこそできることもあると思いますし、桜島大根っていうのを通してもっともっとなんか仲良くなっていけたらいいと思いました。桜島大根を通じて始まった交流に子どもたちは、リモートで東京との人たちと喋るの本当にすごいって思いました。大きくて甘い桜島大根になってほしいと思います。向こうの児童の子たちにも、まあ、桜島とか鹿児島のことを知ってほしいですし、交流を通してお互い の学校とかお互いの地域のことを知れたらいいんじゃないかなと思います。子どもたちは来年1月の収穫に向けて交流を続けていくということです。